どうも、なおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。全クリをしてある程度進めてみました。今レベルいくつだと思いますか？なんと今レベル54です。50で頭打ちかなーとちょっと思ったんだよね。レベルがなかなか上がらないんで。そしたらば、超えましたね。99まで確定です。なかなかきつそうだ。で、今54になってるとどんな感じなのかっていうのを、試してみましょう。まずここら辺、まあほぼラストに近いようなステージなんだけども、もうこのステージとかでは、敵が弱すぎてワンパンできます。ちなみにレベルがね、レベル差がありすぎると、ZR、ZL 同時押しでワンパンできるのよ。うん。これで終わりです。ちゃんと経験値も入ってきます。416かな？うん。もうここら辺にいる敵とはね、もう全部このワンパン仕様で倒していくことが可能です。あそこはアシュがいるね。寝る足もいるけども、こういうやつですら、ワンパンで倒すことができます。うん。敵が弱くなりすぎたんだね、この辺では。で、前はね、こういう風に200ちょっととか、300とか、それぐらいの経験値でも、すごい嬉しかったじゃないですか。嬉しかったよね。俺もね、2、300入ったらめちゃくちゃ嬉しかったな。で、この50いくつのレベルになると、なんと、全然嬉しくないのよ。嬉しくないです。経験値がレベル1上げるのに、10万ぐらい必要です。経験値が10万ぐらい必要。うん。なので、ここら辺の敵倒してても、全くレベルが上がらないっていう状態になってます。はい。なんとね、全クリをした後、上位種が出ます。上位種。まさかのよ。うん、今までのは何だったのっていう感じぐらい経験値持ってます。一回戦闘すれば5、6000もらえるかな、経験値を。なので、クリアするまではレベル上げしなくていいですよ。本当にレベル上げはしなくていい。うん、最後に、クリア後の上位でレベルを上げればいいので、うん、もうクリアするまでは、もうささっと行っちゃいましょう。なんかクリアしてからがスタートみたいな感じなのかな。で、今、俺のね、プレイ時間がこれに載ってるかな？これで見れる確か思ったんだけども。あ、あったあった。総プレイ時間。39時間。18分34秒。です。2日間ほぼ寝らずに。やってきたね。うん。まあ、この4時間ぐらい、5時間ぐらいかな。は動画の撮影編集とかに使ったので、おそらく実際のプレイ時間は35時間ぐらいですね。でもまあ、今一応40時間ぐらいプレイしてます。はい。で、今やってるのがクリア後の、洞窟で8階層。にいます。これ9階層か10階層で終わりらしいけどね。うん、今、8階層にいます。で、あのね、これね、青い？初めてのやつだぞ。初めての、なるほどね。二つ名のやつと戦うみたいです。まあ、とりあえず、戦ってみましょうか。相当強いんだろう。でも俺もそこそこ強くなってるんで大丈夫でしょう。みんなスピードだからちょっとスピード合わせていこうか。いや、最初からテクニック来る気はしないな。あ、いいか。 OKOK これでいきましょう。ああすげえダメージだ。マジか、とんでもねえな。嘘でしょ。ちょっと待って。ライゼ。ライゼはちょっと、
HP が若干低いし防御力も低いので、モノブロに変えましょうか。いや、びっくりした。嘘だそんなに強いの？パワー、あー、ダメだ。パワーじゃダメなんだな。ちょっとロックオンでもやっといて。いやいやいや、勝てるかな。気合い入れていけば勝てると思うんだけど。で、このあれだよ、ラスボスもそこそこ強かったんだけど、俺がね一番強かったなって思ったのが、ネルギガンテ、ネルギガがねもう鬼のように強い。まあラスボスのちょっと前に出てくるんだけど、ネルギガはね本当に強いんで、まあ注意して見てください。俺もちょっと試行錯誤して1時間ぐらいかけたかな、それぐらいかけてようやく勝てたので、にしても死なないな。でももうよだれ垂らしてるからもう行くはずだよ。わあ、もう出ちゃった。怒りの時は効かないとかあったっけ？大丈夫か？大丈夫ね。何一ターンできた？そんなことあるの？まあいいや。よっしゃ、大暴行も潰す。よっしゃ、勝った。初めて勝った。最強だな。はい、まあこんな感じで、経験値6500もらえます。これ普通のね、上位のなんてことない敵を倒しても6000とか5000、もらえます。そこそこ強いやつとか倒せば1万2、3000もらえるんで、まあ、99まで上がらなくはなさそうだね。はい。まあ、とりあえず、クリア前までは、レベルって上がらないんで、上げなくていいです。そのまんまクリアができるので、クリアしてからレベル上げ、頑張っていきましょう。はい。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。